どうしても早いの影響が出ると思いますが、何か対策を工夫してますかと。食いしばりは俺はね、もう食いしばりがひどくて、マウスピースをしながらトレーニングしている様子を見たことある人もいるかもしれないんだけれども、今はね実はこの歯の矯正をしているので、マウスピースみたいのをウェットしたりしているので、これがマウスピース代わり。ここ2年ぐらいは歯は結構ね気にしてるというか、ラグビーの時マウスピースしてたので、その流れでまあマウスピースしてても違和感がないし、やっぱり歯が痛くなってきたんだよね、やっぱり奥歯とかが食いしばってるので。なのでまあマウスピースは必ず特注のものを作ってもらってしてたんだけれども、今はこの歯の矯正のやつしてる。